まして。これから、マリサと一緒に動画投稿をしていきますのでお願いします。読んだ？もう動画始まってるの？あ、どうも皆さんこんにちはだぜ。これからよろしくお願いしますだぜ。ってことで、多分メンバーは次から増えますね。増えるの？二人だと楽しくないかもしれないじゃん。あと二人は欲しいぜ。そうだね。今日は、iPod を紹介していくよ。これ iPod なんですか？そうだよ、古いけどね。キーボードスペシャルエディションユーニっていうやつだよ。この間久しぶりにいたからね。ちょうど初投稿にいいかなって。どんな機能なんだ？これから紹介するから待っててね。うわ、なんだこれ。そうそう、傷だらけなのよ。中のストレージとかが壊れてないか心配だな。いや、ストレージ壊れてるわけさっぱらわら。ちゃんと中身は動いてそう。意外と思ったより綺麗なディスプレイだね。ミュージック、写真、ビデオ、エキストラとかの機能があるな。見てみようぜ。そうね。でも上から紹介していくよ。最近のムクサンプレイヤーと比べてみよう。あまり違いはないな。ポドカスト、オーディオブック、作成者、原作がムクサンプレイヤーにはないね。あと録音ファイル再生と、メモリー別再生が iPod スペシャルエディション入門にはないね。あ、iPod は普通に簡単に操作できることが特徴だけど、ムプサンプレイヤーは録音やメモリー別再生ができること、だから細かいところまで操作できるが特徴だな。まるでイクコネとアンドロイドみたいだな。まあ、確かに。あと、画面がシンプルだね。アップへのいいところだな。比較してみると面白いね。よし、じゃあエキストラの紹介をしていくわね。了解。おー、エキストラな感じだな。どういう意味わらわら。じゃ、今回は気になったのを最初に紹介していこう。メモから言っちゃおうかな。操作説明。メモ帳としてiPod使えるのか？iPod だけだとできないらしいよ。ほう。ゲーム？ゲームの紹介をするよ。おう？パッと見意味がわからん。バリッケはピンポン玉ゲームみたいな感じ。ああ、最近になくなってきたこのゲームね。もしくなんちゃらっていうのかこれ。クイズなわらわら。バラッケはね、人や飛行機を撃ち落とすゲームね。面白いな。そういったよは、ソリティアね、トランプゲームの。トランプゲームのか。ま、そんな感じよ。時計ね、まあ、見ててもあまり面白くないのでカットで。カリフォルニアとバマコだけがあるのが不思議だな。カリフォルニアはデフォルトよ。多分、バマコはテストで追加したのよ。なるほど。エキストラはもういいよね、あまり見てても面白くないよ。大体はiPodのみじゃないと作動しないからね。さて、2分間という短い動画でしたけれどどうでしたか？よければ、高評価、チャンネル登録をよろしくだぜ。それでは、ありがとうございました。